はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日は千葉県にある白鳳カントリークラブにやってきてまして、で、森ちゃんの先輩、はいちょっと紹介してもらってもいいですか、森ちゃん。畠山ゆいプロです。お願いします。ゆいプロ、通称ゆいぴー。ゆいぴー、じゃあ今日はゆいぴーって呼ばさせていただきます。名付け私ね。ここはリンゴルフのトーナメントをやってるところでもあって、今日はちょっと改めてこのコース、どんな感じなのかなっていうのを視聴者の皆さんに見ていただきながら、2人のラウンドも見てもらおうと思ってて、で後半はよくやってるアレンジマッチプレー対決っていうのをやりたいと思いますんで、またそれは後半にご説明したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、アウト1番、はい、パー4から行ってみたいと思います。じゃあオナー決めてください。俺、え、はい、え、あユイピー、ユイピーからです。お願いします。はい、よいしょ。ナイス。知ってますね。打つ場所を真ん中。でもね、ここね、左ダメなんですよ。ですよね。うん。こんなこと言ったら左行きそうじゃね。お願いします。お願いします。おお。持ち玉ですね。ベイヤー。ほほ。ありがとう。今日は A グリーンで、トーナメントもだいたいいつも A グリーンなんですよ。だ結構近い。うん。確かに。でね、白 T からだとね、意外にね、距離結構あるんです。長いっすよね。うん。うん。うま。完璧。あー、風かな。でもすごい。何番ウッドですか？何番ウッドですね。あー、すごい。うん。ナイスです。オンでした。ね。薄いとこの話じゃないな。風に強いってことで。わざとかと思った。そうそう、わざとってことにしとこうかな。インテンショナルトップ。インテンショナルトップ、それ。今度レッスンお願いします。なんだっけな、なんかさ、上げてる時はみたいな。いや、そう、上げてる時はインテンショナルトップだから。なんかお客さんでさ、インテンショナルシャンクとかやってくれる人。どうしよっかな。左足上がりなんで、ボールは上がりやすいんで。うん、3度だとちょっとショットしやすいかなって思うんで、ちょっと棒に入れていきます。はい、うまっ。これめはナイス。ナイスです。上手や。つけちまった。何のスライスやで。確かに内容ね。でもね、レッスンとかで言いたいぐらい。スライスライン超嫌いなのね。はいはいはい。でもそういう人いっぱいいるじゃないですか。で、思ったの。ライン見るときにさ、スライスラインにしなきゃいいんだと思って。森君、それは。こっちから見れば、こんなね。安定の方向。そうそう。超あれだから、こっちから見て。むしろそのまま左打ちすればいいんじゃないですか。両方になっちゃうじゃん。で、そうするとさ、イメージがってことや。え、イメージを、そう、確かにスライスラインと大きくやりすぎちゃう。嫌いだから。だからなんかフックラインにして見て、おー、切れる。全然上がらないんだ。なんか傾斜以上にって感じです。でもここすごいグリーン転がり綺麗ですよね。シュ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 って。
イス。ナイスです。です。オープニングでユイピーは先輩だって伺ったんですけど、そう。どんな先輩なんですか。人生のですか。人生の三つ三つ上三つ上なんです。三つ上。はい。なんかちっちゃいけど。そう、3歳で大学1年生の時に4年生で、ね、違うけど大学は大いつ会ったんですか。何年前だ、 4,5 年前のティーチング、そう、ティーチングの面接のその試験の、ああなるほどなるほど、控え室に来た子、うん、それで仲良くなったんですか。そう、なんかその日のきっかけで緊張してて、あ、うるさいっすもんね。そもそも緊張していて、知り合いもいなくてっていう状況だったから、声をかけてくれたんですやっぱり喋りたかったんだ。いや、なんかすごい緊張してて、こんなんなっちゃう、どうしようどうしようみたいな、そんなんなると思って、で最初途中だと思わなくてひどいぞ。ちっちゃいよ、マジでちっちゃいし、当時前髪もすごい幼く見えたから、うんうんうん、年下で若くして、なんかなんだなって、大丈夫だよみたいな。なるほどね、先輩風吹かそうと思ったら先輩だった。先輩だった。いきなりいくつなのって言われて、なのって、25ですって言ったら、あみたいな、すいません言ってた。そういうのが最初だから。なるほどね。あ、じゃあライセンス的には同じ時期に取ったってことですか。そうです、なるほどね。一番辛いね、そうね、ものをこう乗り越えたから。なるほどね。へーとか言って、興味ないから、この感じ興味ないから。でユイピーは今は千葉県中心、千葉県中心でね、やってんすよね。そう、うん、取れました。じゃあもうちょっと打てるんで。やっぱり森ちゃんからか。パー4ちょっと、このアゲンストだときついっすね。この距離でね、飛ばなくなっちゃうもんね。うん、ナイス、ナイスショー。新しいカンザシティかと思っちゃった。何ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。新しいカンザシティかと思っちゃった。何これ、あ、かわいい。しかもこれシュシュじゃないわ。そう、どうやってボール乗せんだろうって。おじさん何も立ってないから。誰ですかね、おじさんって。うん、ありがとう。ユイピーでドライバーって大体どのくらいの目安なんですか。200から220。ああ、ちょっと森ちゃんのが、森ちゃん全然、森ちゃん飛ぶ方なの、そもそも。全然飛ばない。それで飛ばない方なの。飛ばない。なんかマジここで、だからな、去年の夏出た時にみんなに20ヤードぐらい置いてかれて、なんかマジ本当に、なんか、ああ、それであれなんだ、ブルーズだったっけ。ブルーズ、あ、そうです筋トレ開始、そう、バレた。ああ、そうなん、飛んでるように見えるけど、平均ぐらいなっちゃうんだね。みんなやっぱ240とか450ぐらいになってきちゃってますよね。そこにもそう、飛ばないみたいな、それは女の子が言ってる。演じてるだけなの。結構風強いので、どうしようかな、ファイヤーテージ。これむずいよね。うん、左足下がり、ね、むずい。上げにいっちゃった。でも超上げ、はい、ある程度飛ばないと平らなところに行かないね。ないっすね。あ、ほんと森ちゃんぐらいのところ、この旗ぐらい。そうですね。でもここだとさ、ちょっとやっぱ左ドッグだから、ちょっとでも左に行っちゃったらさ、ね、これがあるから怖い感じがする。上げてるんで、94なんですけど、10番です。うん、でも乗ってますよ。いいな、これ。
とりあえずそれはいいね。結構みんなさ、ピンハイ狙っていくよね。そうだね、乗りゃいいのに、とりあえずとりあえずさ、乗せないとパン音率上がんないじゃん。右端切ってあってさ、右端ギリギリ狙っていくふうに気持ちがよくわからない。とりあえず真ん中乗せとけみたいな。気楽にやってた方がいいよね。でも手に力入っちゃう、意外とメンタルミジンコだからなって。うっそ。家帰って寝れないタイプ。そう、意外と考えすぎちゃうの。帰って逆に何もしないでずっと、あーあの時あれすればよかったなみたいな、そのなんかぐる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 みたいな。へえ、笑顔の裏にはそんなことが。どうせスカッと寝ちゃうから、あのお酒飲んですぐ出るから。寝るまでは引きずらないんだ。どうぞ、あのお酒大事。いや、激ムズ。うん、これはしんどいっすね。やば、ナイスバーディーです。めっちゃうまいっすね。え、レッスンでしか見たことないかな。いけ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 。クロスハンドだった。もともと変えた変えた、やっぱり。うん、よくお気づきで。なんで変えたの。え、こっちの方が手動く。手が動く。うん、そのヘッドだけパンみたいのをなくしたくて。あ、そんな。わ、あ、惜しい。そういうこと。パチンってこと。そう、そうそうそう。あ、なるほどね。あ、確かに。あれじゃ、打ってからの話。そう、こうやって打ちたくないから。そういう理由でみんな変えるよね。じゃ、なんか左利きのくせに右利き超強く。あ、そう、レフティーなの。あ、そうなんですか。もともと、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 もともとというか、ゴルフ以外は左です、ね。うん、そうなんだ、そうだ。何ヤードですか。128。うん、フォロー。ピン手前でしょ、あれ。うん、ちょっとこれ、バンカーがちょっとストレスだよね。そう、あの、ちょっとアゴピピってなって、うん、どの辺でなんですか。ショートはやっぱピ、あ、やっぱセンター。センターは好き。手堅くね。そうそうそう、なんかもうここでバーディー取らんと予選落ちちゃうよとかじゃないと、うん、基本的に真ん中。そうだよね、なんか失敗してボギーとかになっちゃうって、うん、ちょっとなんか精神的に来ちゃうよりも手堅くいった方がいいよね。バンカーの1枚105なの、うん、ってことはさ、超えるまでやろ。バンカーからそう向こうまでさ15ヤードもあると思えばさ、うん、大して怖くない。ああ、なるほどね、縦ブレがね。そうそう、余裕があるってことね。意外と確かに意外にそうですね。手前に切ってあっても、そっか、フォローで縦距離があればね。そうですね、確かに確かに。ってことは僕10ぐらい行くかもしれない。意外と行く。じゃあすごいすごい。ナイスショー。うまー。すごいね、その、あの手前に切ってあるのに手前に落とせるってすごいよね。いやいやいや、もうすごい。やっぱ今みたいなのってすごくいいよね。いい。こう数字的にちゃんと頭にあるのとないのとでは違う。全然こうショットする時のメンタルに変わってくるよね。分かった。自信持ってて、うん、うんうん、そういう感じ。かっこよかったな。すげえわ、これはやってんじゃない。
で、良かったよね、天気良くなってね。良かった、良かった。雨降ったじゃん。そう、1週間前ぐらいからちょっとなんかさ、そう、そうなんですね。私、テルテルボード作ったわ。かわいい。この3日間。超似合う。やめてよ、嫌な大人だわ。うん。いいよ。ナイス。ナイスバディです。やった。上手。上手でございます。結構早かった。うん、ちょっとね。切れた。うわ惜しい。なんかった。カッパ外して私がいけない。カモン。